よく言われるんですけども、22歳、平成7年生まれでございます。1995年生まれでございまして、いやー立派なお腹してタオル入ってるんですか言われますけども、自腹でございまして、タオル一切入れておりません。もうちょっと痩せてくれと言われてますけども、そのままがいいと、痩せない方がいいと。事務所の皆さん聞いてますか？ですか？痩せなくていい。まあでもね、あんまり太りすぎてもね、やっぱ今後のね、健康にもね、害を及ぼす危険性がありますから、まあまあ太らず、これ以上、まあとりあえずは現状維持ですよね。まあまあ今のままでいいですか？もうちょっとね、じゃあ今年の目標としてちょっと痩せるっていう目標を立てて頑張っていきたいなと思います。ね。痩せるって言いましたけど、ちょっと痩せるだけですからね、ちょっとでございます。まあ皆さんのちょっとがどれぐらいか分かりませんけどね、そう、僕すぐ顔に出るんで、ちょっとでも食べるたり気抜くとすぐここがねふっくらしてくるんですね。前までね痩せとったんですよ。そうなんですよ、ねここにね肉がつくんですよ。ちょっとね痩せたなと思ったらここがほっそりしてきます。その日お楽しみということで、今年はちょっと痩せるという目標で頑張っていきたいと思います。